はい、どうもカッパ園長です。さてと、なんでこのニュースを取り上げたかっていうと、まあ確かにね、いくつもの媒体で、まあ、お昼のニュースに流れたのかな。なんか結構ないろんなこの各媒体でこの取り上げられていて、まあ確かにショッキングな内容ですし、とんでもない話なんですけども、ね、それとは別に、ちょっとね、僕んちのこの地元だったりするんで、埼玉県富士見市がね、ちょっとドキッとしましたね。まさか俺の母校がってちょっと思ってね、調べたんですけども。まあちょっとね、内容を見ていきます。しかもね、このなんか犯人のこの女性のね、まあなんか半沢容疑者、24歳の女性の方らしいんですけども、その動機がまたなんかね、ほんと身勝手なんですよね。なんかね、担任を外されたのが面白くなかった。だ、要は腹いせですよね。腹いせに給食のカレーに漂白剤入れたんですよ。おかしくないですかね。いや、もちろん腹いせじゃなかったらいいのかっていうね、そんなわけないんですけども、仮にですよ、じゃあもう何でしょう、なぜこの担任を外されたのかっていうのがね、まあちょっといろいろ明らかになってのは問題のある人物だったみたいなんで、それはなんかもう担当外されても仕方がないんじゃないのっていうのが正直あるんですけども、じゃあもしですよ、じゃあ仮にね、なんかこの、そうだな、この県の教育委員会とかさ、その学校のこの校長とか、なんかこの教頭に睨まれて、なんかこうね、いじめられて、なんかもうなんか、なんか嫌がらせで外されたみたいな格好だったとしましょう。仮にですよ、例えばね。何にせよ、この外したやつに怒りの矛先向けないで、ね、なんでこの子供たちが食べる給食になのかがさっぱりわかんないですよね。いや、どうしてもね、納得いかないと。ね、私はこんだけね、今までね、このなんかこの担任教師として、これだけのことを、でも24歳でしょ、これだけのことをって言えるほどのね、なんかこうね、積み重ねがあるかっつったら、まだまだこれからだと思うんですけども。10年、20年勤め上げてる人だったらわかんないですけどもね。言ってみりゃ、ちょっとわかんないです。もう小学校の先生やったことないんでね。あまりこう一方的な、個人的なね、この感想を言うのは、ちょっとなんか乱暴なのかもしれないですけども。せめて5年やってから言えよって思いますけどもね。まあわかんない。24歳だから、まだ成り立てでしょ？これからじゃないですかね。それは思い通りにいかない。ね、あるいは自分のなんか、なんだろう、この視野が狭いとかさ、ね、経験値不足からっていうのも全然あり得るタイミングだと思うんで、これはもうただにこのわがままな、ね、なんかこの自分の言うことをやることが絶対に正しいんだみたいな、なんかこの勘違い君のような、ね、そういう匂いがしますよね。で、しかもなんかこの子供が食べる給食にってどういうつもりだよと。それだったらなんかこのね、職員室で、ね、校長やこの教頭とかさ、ね、あとはこの県の教育委員会になんかこうね、腹いせにしても、ね、この怒りの矛先向けるんならあれですけど、なんでこの生徒なんだ？とんでもねえよな、本当に。まあちょっとね、そんなとんでもない事件がね、まさかこの埼玉県富士見市のね、公立のこの小学校でっていうね、ちょっと内容見ていきましょうか。まあおそらくね、この後あなたもね、まあニュースかなんかでこの聞いてね、ご存知だと思いますが、まあおさらいですかね。担任を外されて悔しかったと。なんで外されたのかと。ね、戻るにはどうすればいいのかっていうのは考えないんですかね。だからもうなんか発想っていうか、これもう短絡的ですよね。本当自分勝手ですよね。給食のこのカレーになんか漂白剤をね、なんかこの入れたとかっていうね、小学校の女性教諭逮捕ですね。埼玉県富士見市の小学校で配膳前の給食のカレーに塩素系漂白剤入れたとして、教師の女性が逮捕。半沢容疑者でしたかね。半沢彩奈さんかな、彩奈容疑者かな。威力業務妨害なの、これは。殺人未遂とかじゃなくて。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、富士見市の公立小学校の教師、半沢彩奈容疑者24歳ですよと。警察によりますと、東入間警察だって、僕も行ったことありますね、東入間警察署。あ、別にあれですよ。パクられたとかじゃないですからね。違いますからね。免許のあれとかですよ。で、いや、免許のあれですって、だから。パクられてないですから、僕は。
で、警察によると半沢容疑者は15日正午頃、勤務先の小学校で3階の通路に置かれていた配膳前のカレーに、通路に置かれてた通路にん、まあ、今時の小学校のやり方がよくわかんないな。配膳前の給食ってなんか給食室みたいな、各階に、ね、置いてあるなんかそういう給食部屋みたいな、給食のおばちゃんが作ってくれたやつを一通りこの各クラス分だー並べとく配膳室みたいなのありませんでしたっけ。廊下に置いちゃうの今って。まあちょっとよくわかんないな、まあこのたまたまこの学校がそうなのか今時はそうなのかちょっとよくわかんないですけども、通路に置かれていた配膳前のカレーに漂白剤入れちゃったんだって。で、小学校の業務を妨害した疑い、小学校の業務の妨害なのこれ。なんかまだ動機とかなんかその調べがまだ進んでないからわかんないのか。だから今後あれじゃないですかね、なんかこの誰々のせいでね、この担任を外されたんだ、なんとかなんとか先生を、なんとかなんとか教頭、なんとかなんとか校長を恨むみたいなセリフが出てくれば、なんかそいつを狙った。でもさ、教室前通路ってことはやっぱりこれ食べるの生徒って分かってやってるよね。いやだってな、分かんないよ、教頭なのか校長なのか原因がその2人にあるのかも分かんないですけど、もしそうだったとしたらさ、さっきも言ったようにね、この校長室に怒鳴り込むとか、校長室になんか罠仕掛けるとかさ、職員室でこの教頭の机になんかこのね仕込むとかさ、っていうんだったら分かるんですけど、なんでこの生徒が食べる給食に手出してんのかがさっぱり意味わかんないよな。で、まあ威力業務妨害なんですと、小学校の業務妨害に当たるんだって。で、校内からは空の漂白剤1本が見つかっていて、カレーにおよそ 500ml の漂白剤が入れられたと見られていると。あれでしょ、カレーとかこの汁物って、あの僕らの時はこの取っ手がついた丸いなんかもうでっけえバケツみたいな、なんかこう持ち運びできる寸胴みたいなさ、あ、寸胴は持ち運びできるかもともと。なんかそういうのこの2人でさ、ね、このなんか僕の時はこの小学校の時この男女ペアになって、あの、なんて言ったっけあれ、食感って言いませんでした？もうなんかこのくるくる回るハンドル、この握りの部分がさ、くるくる回るようになってて、多分ね、なんか熱がこの伝わってくるのをこうなんか手持っても熱くならないようにっていう、でもそれくるくる回るからさ、たまにこの女の子とか滑らしてこの廊下でこのバッドカーってこの中身ルエーってなんかぶちまえちゃって、どうやら騒ぎになってね、しばらく後でなんかこの放送委員のこの校内放送で、何年何組のカレーがなくなっちゃったんで、残ってる方は、残ってるクラスはみんなで助けてあげましょう的な放送が後で流れるっていうのが、たまにそういう事故が起きてましたね懐かしいな。そういう感じじゃないのかな今は。まあわかんないですけどもね。まあ漂白剤はね、でもあのサイズの子供にとっては結構でかく見えたけど、どうなんだろう、500ml したら多分あれでしょ、あのペットボトルね、この漂白剤のボトル1本全部入れたっていうことだよねこれ、おそらくむちゃくちゃだな本当。で、たまたまこの子供たちカレーに口にしないしな、ん、なんでこの口にしなかったのか、なんだろう、配膳前にもう発覚したのかなこの事実が。とりあえずこの口にした子供は一人もいなくてね、被害はゼロらしいんで、もうギリ良かったですよね。で、犯罪容疑者はこの学校に勤めて3年目、まだまだ3年目じゃんかよな、ペーペーじゃん。で、漂白剤が入れられたのは犯罪容疑者が今年3月まで2年間担当していたクラスのカレークラスに、なんか恨みむちゃくちゃだな何考えてんすかね本当。だからこの人がなんか何年何組を担当していたね、去年まではね、でも私外しやがって、別に生徒が外し、これどうなの、生徒の方から何々半沢先生ってなんか嫌なんですけどみたいな、それ苦情が殺到してこの外されたとか、それでこの生徒になんかこのね、あの PTA とかさ、親御さんもなんかこうね、絡めてね、このなんか、苦情が集まって、担当チェンジみたいな、そういうこともね、可能性としてはないとは限らないですよね。そしたらなんかこの矛先がなんか生徒に向かったのももしかしたらあるかもしれないですよね。まあちょっとまだ詳細がよくわかんないんであれなんですけども、何にせよ、ね、自分勝手で、ね、この身勝手ですよね。
まあ、こういうことやらかすやつは大体身勝手でね、うん、とんでもないやつですもんね。とりあえずね、被害者ゼロで良かったですよね。うん、まあ、まあ今なんかとりあえず詳しく調べてるとこなんで、まあなんだろう、うん、とりあえずね、被害者ゼロで良かったですよね。うん、こういう人ってさ、もうなんかこの教員免許剥奪とかっていうのはできないのかな。ねえ、だってもしかしたら具合悪くしてさ、もう食べちゃった子がいたら、え、なんかどうだろう、即死はないにしてもなんか体調不良とかさ、なんか変な後遺症とかさ、ねえ、もっともっととんでもないことになった可能性だってあるわけでしょ。うん、しれーっとの全然どっかよその県でね、何年後かに、うん、普通になんかこの小学校の先生とか続けてたとしたらさ、続けられるんだとしたらなんか違うと思うけどな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。